ヘアとワイシャツとジュリエットえロミオいらっしゃい。さあ、ヘアとワイシャツとロミオと君がジュリエット。よっしゃ、イエイ。ね、あ、初見さん。初見さんいらっしゃい。いらっしゃいませ。どうも、はじめまして。俺ね、初見さん、あれかな？どうやって発見したのかな？たまたま？いや、なんていう？うん、すげえ、なんか俺の帽子、あら？バカなあ、頭がちょっと。合成にすると顔がスケスケなんだけど、それでも合成にすると体が一回し水色がスケスケになっちゃう。あら一回してみようか。一回今してもらってスケスケちゃうんだね。確かに俺頭切れてますけどスケスケちゃうんだね。あ、剣心の頭切れました。やっぱ青系はダメ。青系は切れちゃうんですね。これ入っちゃうとこれでも青なんですけどね。これ入っちゃうとちょっと透けてる感じになっちゃう、ね、エッチな感じになってますけど体が透けちゃった。ない方がいい。いや、全然大丈夫です。はい、コメント拾う。あ、そうだね。まあすごいね、透け感が。めっちゃ透明人間ですね。まあ夏七月入ってこの3人、はい、一発目。一発目ですね。久しぶりっす。夏の選挙してね。はい。いろんな人に、いろんな人と変わったりして。合体したいですね。今ここで見てる君とも心と心が合体したい。そうやろ。そうやろ。そのそうやろって言った水色の名前の人誰だ？なんだ？ああ、自己紹介しようか。自己紹介しますか。自己紹介。じゃあ左から順番に、ラブロミオの日村健信です。よいしょ。よいしょ。クラブロミオのカオルです。よろしく。お願いします。お願いします。クラブロミオの伯爵こと柏原克也です。よろしく。はい。これね。ということで。じゃあ、あと、じゃあ最初のうちに宣伝しとこうか。まあ、毎週毎週言ってると思うけど、はい、7月30日に、やった第6弾、はい、新曲、もっとちょうだい、配信されます。よろしく。でしょ。姫の愛情をね、もっとちょうだいということで。で、PV もね、もう出来上がってるんだけど、PV も来週あたりから配信されるみたいな。まあ、時間とかなんか、まだ分かんないから、はいはい、それを Twitter などなどなどで発表します。はい、発表します。うん、お、マジカル見てるね。あ、マジカルさん。あとあれですよね、嬉しいことに、うん、あ、昨日、何？何の話したの？まあいろいろ嬉しいことばっかあるんですけど、あのラブレター、あーラブレターね、ファンレターラブレターをね、ファンレターもらったね。僕はラブレターって思ってるんですけど、まあ愛がこもってたからね。あ、愛情たっぷりでしょ、もう嬉しい。やっぱさ、今メールとかさ、LINE とかさ、普及しててさ、はい、こうブチブチ押したらさ、もう変換で漢字とかもなるわけでさ、はいはいはい、で、送られてきて、まあ、ちょっと俺読んだらちょっと誤字があったりとしたわけよ。間違ってるやんって思ってたけど、それがまた可愛くてさ、気持ちこもってるなと思って。やっぱり手紙って、されてました、うん、手紙っていいよね。え、なんて間違え、速尺って間違えた。速尺じゃなかったさすがに、ね、まだギャグ線高いですわ、やっぱりね。まだ若い少女なんだよね。嬉しいですよね。うん、嬉しかったです。すごいよね。もっとね、もっともっとちょうだい、本当に。ファンレターもっとちょうだい。もっと欲しいですね。ファンレターいいよね。はい。宝物にしてますもん。うん、飾ってます。そうね。
絶妙な距離感を取らなきゃいけないからね。そうなんですよね。こっちから送るのもなんだしね。そうなんですよね。その代わりこっちはね、もう歌とこういう生放送だったりで返していければなって、はいはい、思ってるから、まあ、ツイッターもちょこちょこね、俺つぶやいてるし、はいはい、うん、あ、ツイッターもちゃんとありますね、うん、あ、フォローミー、そうそう、これ俺のこれ俺のこれです。フォローして、フォローしてください、うん、LINE もね、送ってくれて全然いいしね、はい、うん、で、だから昨日の話、あ、昨日、うん、昨日めちゃめちゃ僕緊張したんです。スペースシャワー TV さんにね、お邪魔してね、はい、知る人ぞ知る、はい、スペースシャワー TV、 俺よく見るんだけどさ、はいはいはい、あの番組ね、はい、ずっと TV 流してくれるの会社にお邪魔して、で、なんだろう、 YouTube の番組、スペースシャワー TV の番組、はい、ガッシュっていう、ガッシュ、それを収録してきたから、それ生じゃないんだけどね、ガッシュ、ガッシュ、君の心もガッシュ、ガッシュ、俺これをだと、これだと俺思い出すのはギルガメッシュ知らない、分かんない、ちょっとでも名前面白かった、なんてギルガメだなだなーいっつってあるんですね、ギルガメ、イジー岡田がね、そっから出てきたからね、もう一発やみたいな感じですか、もうゲッツみたいな、いやいや番組名、あ、番組名であるんですね、生まれてなかったね、いやー生まれてるか、何年前ですかね、結構前だよ、20年以上前、40年ぐらい、40年経ってたら俺が生まれてない、何歳、俺が生まれてない俺が生まれてない、まあね、だからね、ああいう番組とかも呼ばれるようになってきてね、すごい嬉しいよね、はい、アーティスト感が出るんですよね、アーティスト感が、めちゃめちゃガッシュ緊張したんですよ、分かんないですけど、うん、ガッシュ緊張したね、緊張しましたね、でコメントいきましょうか、まあ生じゃなかったから、俺の多分下ネタカットされてるんだろうみたいな、あれ、5分ぐらいですか、10分ぐらい撮って5分ぐらいですか、あ、まあね、コメント読んでくる、コメント読んでいきましょうか、初見さん今日多いですね、ほんと、すごい嬉しい、ありがとうございます、ファンレターってどうやってお店に送ればいいのって、あ、お店の住所にね、うん、送ってくれたらね、クラブの住所、クラブロミオ宛てに、ユニットのクラブロミオ宛てに、歌舞伎町 2-20 の10、うんうん、J ビル2階、書くか、そうですね、書くか、いろいろ書かれて、歌舞伎町 2-20 の10、J ビル2階です、夏らしいことしたすれば、夏らしいこと、いや最近海行ったぐらいじゃないですか、うん、ね、はい、そうなの、お店でね、めちゃなんかみんな焼けましたよね、俺焼けたね、俺も焼けたよ、めっちゃ焼けた、え、俺全然真っ黒になっちゃった、いや元からでも、うん、もう変わんないよね、変わんないですよ、俺海の家でずっと飲んでたからな、そうですね、海入ってないですよ、むしろ、うん、記憶を返して記憶ない、フィールドが違ったね、でもそうですね、やっぱね、黒くないとモテないのかな、あと、ガタイがね、ガタイが、うん、そう、カリッカリだからね、俺がね、俺に送ってくれたら、ん、これもつけちゃうのかな、歌舞伎町 2-20-10 J ビル2階、そうです、ここに送ってもらったら送るんで、したらちゃんとね読むからね、個人的に伯爵宛てとかでもいいしね、うん、個人的にみんなもらったら嬉しいですよね、字綺麗か、確かに字綺麗、あ、結構コメント来てますけどね、うん、あ、書いてくれてますね、お、
住所書いてくれてますね。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ファンレターくれた子たちを見てくれてんのかな。見てくれてんすかね。見てくれてるかな。うん、それはそれで嬉しいよね。うん、それ名前呼んじゃうよ。呼ばれたいからね。そうですね。名前呼びますか。呼びたいですね。アイス、はい、アイス、あ、もう溶けちゃったみたいです。マジで。はい。すごいね。熱い愛が入ってる。熱い愛が、うん、もう、はい。で、夏らしいことさ。はい、夏といえば。夏といえば甘い、甘い、甘い、甘い。恋の誘惑。そうですね。恋したいっすわ。恋したいけどね、俺らは。アイドルじゃん。そうなんですよ。恋愛禁止じゃん、アイドルから。恋愛、そうなんですよね。してないですよね。いや、ほんと俺もしてないな、ずっと。ある過去に。恋愛ですか。忘れられない夏の思い出。まあ、恋じゃなくても。いやないっすね。でも俺なんかあるかな。忘れられない夏の思い出、うん、なんかあるかな。ホスト長えからさ。なんですよ。夏の思い出、なんだろうな。何したかな。夏の思い出、うん、夏の思い出と言ったら路上ライブじゃないですか。そうだね。そうだね。あの雨の中、暑さの中、路上ライブ写真撮るの OK ですか。いや、全然 OK ですね。撮ってください。ぜひぜひ。あ、明日やるよ。明日、明日やるんで。うん、はい。もう全然なんか結構離れちゃってるんですけど、うん、なんか普通に結構もうここら辺まで来ちゃって大丈夫。うん、チューして、チューしちゃうぐらいね。そうなんですよ。もっとちょうだいって言ってきたら本当にサービスでするかもしれないですよ。伯爵は持ってあげちゃう。ジャンヌ・ダルクのヴァンパイアばりにこうね、姫がってやる。姫が。伯爵いつもあの姫に姫がって言わない。でもなんか、うん、男の人に言ってますから。男の人とこの間の多国籍だったね。多国籍だった。姫がって通じてるか分からない。何て言ってんのかな。言われてる人すげえな、気取ってましたよ。固まってました。あ、男の人。寝転がりながらこう怖い。上下だって。いや、女の子のとこ行ってもいいんだけどさ、ちょっとやらしいな、俺の好みだなって思われたらさ。はいはいはい。もうちょっと増えてきたらね、こう紛れるぐらいになったら俺の好み指差しに行くけど、はい、今やっぱ男の人差してるぐらいだね。明日やります、路上ライブ。伯爵が明日はあれなんですね。明日は俺のパートを天使に歌うらしい。僕が歌うんで、ちょっと今まだ緊張してるんですけどね。今日はあまりお酒飲まないようにして、声が。真ん中の人つけててか、面白い。裸、裸になっちゃう。裸なって、これもしかして肌は映るんですかね。あ、肌は映るんですね。肌は映るんですね。だから青が抜けるらしい。あ、中も青だから全部。だから帽子青。これピンクだから。あ、そうだ、僕もう頭切れてますからね。脳みそないみたいな。あの電波少年的な感じね。はいはい、知らないでしょ、電波少年。電波少年。電波少年。少年しかも。電波少年知らない番組。どんな番組なんですか。え、有吉があのヒッチハイクしてた番組。はいはいはい、はい、もうあれ青が透けるから、はい、青いのこうやってかぶって顔だけ出す。うん、あ、それでもいい。それやってみよう。うん、顔だけ出す。逆にこれ脱いで。はい、あ、腕が見えちゃう。これ、いいね。すごいですね、意味わかんないとこから腕出てきてます。ほら、あれ全部消し、電波少年です。電波少年、電波少年、電波少年的ヘアとワイシャツのロケ。すごいですね。うん、すごいでしょ。で、手と顔だけこうやって出してるよ。すごいなこれ、電波少年。そうね、伯爵って古いよね、電波少年ね。何年前ですか。40年前ぐらい。だから生まれてね。バレてね。まあね、あのグループ LINE LINE とかぜひしてきてほしいね。 LINE 欲しいですね。 LINE 欲しいです。伯爵は顔色悪い、大丈夫言われてます。マジで。はい、顔色悪い。
お、いいっすね、いいっすね、いいっすね。お、いいっすね。お、いいっすね。電波少女。電波少女。俺の下の電波少女。グッ。チンチンチン。チンチン。え、顔色悪いか、これ。めちゃめちゃいいと思いますけどね。顔色悪いか。遠いんじゃないですかね。欲しがってますけど。もっとちょうだい。もっとちょうだい。おちんちんさん。お、やっぱり来てますね。来てるね。コメントが。みんな顔アップして言われてますけど。目指せ、1000。目指せ、1000。うん。行っちゃいましょう。うん。まだ240だね。あと倍の倍の倍。今日来場者数多いですかね、1000。あ、はい、多いね。はい。受験心アップ。なんか。いや、僕アップしちゃったな。じゃあ。夏に好きな人に、はい、告白する一言。一言ですか？アップで。夏に好きな人に、うん、告白、うん、好きな人に告白する一言か、うん、波打ち際で。3322111、はい。僕が君のように生まれてきた感じ。俺のセリフやないかい。チン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 。俺のセリフやないかい。Called Shaw Kaede. He made one decision. Decision is change also chance. Am I my comfortable exhaustion? It posed the question. Which were you?さあ、フェイクはいいよ。来るって。来てる来てる。あ、来てる。はい、3、3、2、2、1、1、はい。君の電波、ビンビン。チンチン。あ、これでカオルンのファンが3人ぐらい減りましたね。増えちゃった。君の電波。ビン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 ダメっすよ、イメージ崩れますから。もう声拾ってない、声出てなかった、声拾ってないの、声出てないですよね。スクショしたって。マジで。じゃあこれもうこれビンビンが分からない。君の電波ビンビンって言いました。まあ伯爵だったら下の方がビンビンですから。いやちょっと下ネタやめましょう。やっぱ下ネタなの今の。下の方っていうのは下にある心で、下心。なるほど、ベテランってことは恋ってこと。下にある心、恋って下に心があるからね。恋の下に心、愛は真ん中に心があるからね。はいはい、真心だね。おー、深い深い深い人はこんなん言ってますけど、ビンビンと伯爵もやってって感じ。伯爵もやってください。何やればいい。じゃあ、なんかシチュエーション考えて。なんかシチュエーション行きましょうか。シチュエーション。シチュエーションで考えて。行きましょうか。伯爵歌って。伯爵。みんな何歳なの。40歳。一番小さい。年齢はもうみんなやっぱあれですからね。主張します。何？なんかやった方がいい？なんかシチュエーション考えて。伯爵、みんな姫が欲しがってますから。伯爵。声いいからね、俺のね。女の人の身元でささやく、セリフ。うわ、それ聞きたいっすわ。ドカップで。じゃあ伯爵の女の耳元でささやく。ちょっとなんかやってよ。なんかやってよ。じゃあ伯爵の女の子の耳元でささやく一言まで。ちょっと待って、ちょっと待って。3、3、2、2、1、1、はい。君と二人の俺は、
何度なんだろう。69度シックスナイン。はい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 。ああ、もう多分5人今妊娠しました。まあ69ロックだ。ロックな。俺ロックの方だ。ああ。何を言ってんの。ちょ、聞こえやん。まあ、聞こえなかったらしいですね。聞こえなかった。聞こえないぐらいがいいよね。ささやきなんだよ、ね、そう。俺デブ声なんだ。そうなんですよね。デブ声なのにガリガリ。なんすかデブ声って。こもってんじゃないの。お前のお話はつまらん。どうですか。大泉聖だっけ、はい、あ、平泉聖だ。誰だよ。チンチンチン。誰だよ大泉聖って。いやでも伯爵の声大好きっていう人はやっぱ多いですからね。まあゼロが100からね。そうっすね。俺もめっちゃ好きですけど、ね、歌声の声と全然また声と違いますもん、ね。うん、歌声はさ、俺ずっとさレコーディングとかやってたから、はいはいはい、歌声は聞き慣れてるけど、はい、リハーサルとかでも撮るの撮ってたのバンドの、はい、でここがこうやってさって喋ってる声が気持ち悪くてしょうがない。こうやってさ、俺はこうやってここでこう聞いてる声は超セクシーボイスなの。さすがセクシー性から迷いたなみたいな。すごいですね。それとかあるな。それとか俺はな、セクシー性って何なんですか。セクシー性って知らないの。知らなかった。セクシーって何ですか。昨日のね、あの MC の女の人って知らない。知らない。逆に知らないの。うわぁ、やばいですね。伯爵明日いないって考えたら、路上ライブいないって考えたらちょっと今でも緊張するんですけど、うん、いいじゃん。剣心明日歌います。俺のポジションやってこんだよ。前に歌ってよ。君が生まれて始まらないっしょ。どうもセクシー剣心です。よろしく。全然違いましたね。何が？じゃあ、セクシーさがなかったっすね。姫が。そこ違いますよ。姫が。姫が。こう上がって、こう上がっていくんですか。姫が。姫がある。姫が。Here we go.言うつもりでな。フェリーゴー、フェリーゴー、フェリーゴー、ここに一緒に行こうみたいな。一緒に、なるほど、うん、俺たち一緒に行こうぜっていう。フェリーゴー。いやー言ってますね。フェリーゴー。あるよね、よくね。じゃあちょっとよくある。俺のバンドの曲とかでもドラムのやつとかが俺の真似をするの。なんだっけな、なんかすごいそれで笑ったのかな。それにしか聞こえなくて。あ、レイジーデイズって曲だ。レイジーデイ、それがウェンズデイにしか聞こえなかった。ウェンズデイ、ウェンズナイトって歌った。あ、それウェンズデイですね、それ。で、水曜日がリハーサルの日だったの。はいはい、うん、だからリハーサルが俺嫌だったってことだ。いやセクシーすぎですね、それは。ね、Here we go。 ね、明日頑張ってよ、本当に頑張ります。うん、まあ、まあ、緊張くんな。晴れだといいっすね。最近、晴れがいいっすね、雨ばっかだからね。本当だよね。なんか雨男の人がいるんすかね。うん、誰だ。俺っすね。俺は晴れ男だ。晴れ男なん。うん、天気予報は雨でもバンドのライブの日は晴れてた。雨の日なかった。いいっすね、やっぱ、うん、晴れ男って得してますよ。俺じゃなかったんですね、他のメンバーだった。ね、コメント結構来てるか。はい、てるてる坊主作ってください、みんな。あ、シャップルって人、明日来るっていう人、うん、パチパチやって、パチパチパチ。新宿南口で6時からやるんで。194でいいか。行くよー。パチパチ。パチパチ。お、来るの本当に。マジか。嬉しい。来て来て。
マジか、乾杯するしかねえじゃん。乾杯。いやでも晴れた、晴れてたらみんなであのメッセージとか、あ、そうだね、書くみたいな感じ言ってたんで、うん、明日は本当に僕も歌うんで、うん、来てね、来てほしいよね、ぜひ。明日18時から新宿南口にて、新宿南口にてね、はい、やります。あら、緑になった。あ、おばちゃんと、ちょっと電波少年、電波少年じゃダメになっちゃったちゃんと存在したわどう、俺の今日の格好、これコンセプトないんだけど、なんかあれですね、伯爵にしては地味ですね。地味だったな。はい、なんか地味、伯爵にしては地味、地味だった。確かに、このこの感じ、やっぱでも大人っぽいっすね、やっぱり大人っぽい、これ、はい、本当に。お前の方が大人っぽいじゃん、伯爵。いや、僕あれじゃないですか、海の家じゃないですか、完全にチャラリー今のやつ、大人っぽいよ、うん。あの、それは、それだけはないですいや、じゃあ俺が嬉しかった話あー、いいですよ、いいですよ、はい、昨日なんかある人と一緒にいて、はいはい、まあ、ついでだったのかわかんないけど、はい、年齢確認お願いしますって思ってコンビニで俺もーって最近厳しくなってるんで全然嬉しいけどって言ってすごい。で、昭和って呼ばないでって言って本当に絶対ついでにだよ。どうなんすか、ある人がいなかったら多分聞かれる。ある人はどうなんすかね、ある人は子供に見えちゃったんだよ。子供に見えちゃったのかな、うん、そうか。コンビニでお酒買うとき年賀ちょっと俺懐かしすぎてえっって思ったもん、本当にいけるよね。そうですよね、決まりなんで。すごいっすねいつぶり、え、ツイッターつぶやきました。ん、あ、つぶやいてない。あ、つぶやいてない。見た目若いよねって、俺いくつだと思ってんの。あと3分え、もうそんな時間。ほんとだ、早い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 、30分早いな。でも来場者は結構いるね、2200。多いですね。お邪魔しました、1分前ということで。じゃあ宣伝しますか。はいはい、7月30日第6弾新曲もっとちょうだい、もっとちょうだい、配信します。いやーやばい、またこの人に。で、明日18時から新宿南口路上ライブします。よいしょ、天使歌います。で、いや、いいか、来週中に、来週に PV 配信されます。よいしょ、もろもろね、はい、もっとツイッターでつぶやいていくから。早いな、30分早いな、ほんとね。じゃあ明日、また明日、ありがとうね、バイバイ、ありがとう、また見てね、じゃね。電波ショーン、電波ビンビン動かゆる感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝え込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を